高倉照行、高倉照行、高倉照之、1934年12月8日から2018年2月12日は、熊本県熊本市出身の元プロ野球選手、外野手。熊本商業高校では2年生の時、中堅守としての春の選抜に出場。1回戦で浜田高を下すが、準々決勝、2回戦では、この大会に準優勝した。 鳴尾校の中田正宏投手に抑えられ敗退。しかしこの大会唯一の本塁打を放ち注目される。3年時はエースとして活躍するが、甲子園には届かなかった。高校同期に坂本森明がいる。卒業時に巨人、阪神、西鉄ライオンズの勧誘を受けるが、2、地元の西鉄に入団する。入団後に、野手転校。翌には、 胸部疾患で欠場した塚本悦郎に代わって強権俊足を活かしてレギュラー中堅手となりリーグ優勝に貢献。同年の中日ドラゴンズとの日本シリーズでは前半5試合に中堅手として先発18打数4安打を記録する。カラは1番打者に定着、豊田康光、中西太志、大下博、志、関口清次らと形成する強力打線は 竜型打線と呼ばれた。今岡和久が入団したからは3年連続日本一、という西鉄の黄金時代を、三原治監督の下で築き上げる。の読売ジャイアンツとの日本シリーズは26打数10、アンダー3打点と活躍。最終第7戦では2回に、同点的時代を放ち、チーム日本一に貢献した。2は初めて3割打者。304? となり。 ベストナイン外野手に選出される。その後、まで、主に一番打者を務め、には、当時の日本プロ野球隊記録である6本の、先頭打者本塁打を放つなど、チームトップの27本塁打を放ち、1964年には、打率、317、リーグ3位を記録し2度目のベストナインに選ばれている。の、オールスターゲーム第2戦では、 決勝点となる二塁打を含む二安打を放ち、MVP を獲得した。西鉄時代の後半には、中西の故障や豊田の遺跡もあり、打線の中軸を任されることも多くなった。中西が監督になると、キャプテンに任命され、チーム内外からキャップとのニックネームで親しまれ、には赤字に苦しむ球団の経費節減策の一環として、読売ジャイアンツからの譲渡要請に応じ、 宮寺勝都市、プラス金銭との交換トレードで移籍する。移籍1年目は ON に続く5番、左翼手を任され、ON にも引けを足らない勝負強いバッティングで4割に迫る高打率をキープ。ファンからは、西部からの用心棒と呼ばれて、頼もしがられ、オールスターゲームもファン投票で選出された、故障のため自体。シーズン半ばで、 右肘関節炎でリタイアし73試合の出場に終わるが、打率274、15本塁打を記録、特に前半戦での活躍は目覚ましく、巨人の独走優勝に大きく貢献した。また、日本シリーズでも日本一を決めた第6戦で2点本塁打を、放ち技能賞を獲得した。この年10月10日の対広島戦、後楽園で高倉は、 通算1500本安打を達成。さらにこの試合において巨人は2回から7回にかけて、高倉と堀内恒夫、を、滝康二、末継都市光と合わせて、日本プロ野球記録となる6イニング連続本塁打を記録しているが、新記録は7回に、高倉が打ったこの日2本目の本塁打によって達成されている。しかしには、強権高打の高田茂が入団して、 左翼手に起用されて、新人王を獲得。高倉は故障もあって、出場機会が減少して、打率。212、日本類だと不本意な成績に終わる。オフには、球団からコーチ補佐券スカウトのポストを提示されたと、されるが、高倉は従わず自由契約となる。翌に、西鉄時代の同僚であった、豊田康光がコーチをしていた、アトムズに移籍。 外野の控えや台打として、2は打率。312を記録するが、東部への支給の後遺症や、監督に、中西太志を招聘するために、高倉を戦力外にするとの球団方針もあり、現役を引退した。2は TBS で、1979年から、数年間は、RKB 毎日放送で、野球解説者を務めた。また、年代後半には、 西日本スポーツ野球評論家も務めている。また、1977年からは、福岡市中洲で高級スナックの、キャップを経営した。彼は、少年野球チームの福岡南リトルシニアの監督に、就任。その後は、会長、総監督を務める。文部科学省の生涯スポーツ功労者表彰を受賞。より、西鉄ライオンズ OB 会長を歴任する。 2018年2月12日、心不全のため、福岡市内の病院で死去。先頭打者本塁打が非常に多く、また一番打者にかかわらず、初期を打って、よくアンダを放ったことから、切り込み隊長と呼ばれた。通算先頭打者本塁打は18本。1954年に当時毎日、オディオンズのエースであった、荒牧敦厚を打ち崩したことをきっかけに、 左投げ投手を得意とし、左殺しとも呼ばれた。強権で、同期入団の豊田からは、馬鹿方と評価されている。当時の西鉄選手に愛好者が多かった、俗に言う、飲む、打つ、買うのいずれにも、興味を示さず、機械いじりを趣味とした。部屋にカメラを大量に並べ、写真を撮るより、分解して、再び組み立てることに熱中した。後に、 機械いじりが講じて、人並み外れた熱烈なカーアマニアとなり、フォルクスワーゲンシボレービューイックベンツと、昭和30年代としては、異例とも言える一台数百万円する高級な、輸入外国車ばかりを何台も買い漁った。やはり運転ではなく、エンジンルームの整備を好み、パーツの交換費などで年俸を食いつぶすほどであった。高倉の選手としての全盛時代を考えても、 当時としては破格の金銭を車のために注ぎ込んでいたと思われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。